藤森チャンネルです。さあ今日はゴルフ動画でございますが、小路くん、はい、お仕事ゴルフ動画です。やったやったっておかしいの、はい、その案件だやったじゃない、嬉しい、そういうことじゃなくて、はい、今日また本当にねありがたいんですけれども、はい、去年やらせていただきました動画に引き続き今年もこちらのですね太平洋クラブ御殿場コースにやってきております。もうシンボルとなるあの富士山がドカンと、おめっちゃ見えてますよ今年。見えてるね。去年はちょっと雲かかってたんで見えなかったんですけども、今年はもうはっきりと今、はい、後ろにこのそびえ立つマウント富士、おそして藤森、おでビバスケ、あビバスケ三井住友ビザカードのビバスケ、これですねビバスケ、おこれ1年ぶりではございませんでしょうか皆様ね。一番好きなキャラクターだ僕、はい、よくないよ本当に案件の時だけそういう変なテンションになる、はい、ちゃんと今日ははい、おごそかにやるから。そうですよね、はい、はい、ということで、改めましてね、まもなく開催になります三井住友ビザ太平洋マスターズの試合が行われるこちらのコースにてですね、今日はラウンドをしながら大会の魅力、そしてこのコースの魅力を私藤森がお届けしていきたいと思います。そして今日は一緒に、お届けしてくれる素敵なゲストお呼びしております。この方です。はい、皆さんこんにちは、なみきです。よろしくお願いします。なみきです、よろしくお願いしますなみきさん久しぶりだね。久しぶりです。昔ね一緒にゴルフ動画でコラボしてもらって、はい、それぶりですけれども。そうですね、はい、ということで、はい、なみきちゃん、はい、この太平洋クラブ御殿場コースは、うん、まあ、何度か来たことは、はい、あります。あるし、このそうか大会の、うん、去年はプロアマにも出てるから。そうなんですよ、出させていただきました、まあ、もうこのコースよく熟知しているということで、今日はもう強力な助っ人として呼んでますから。助っ人ですか、はい、助っ人藤森さんじゃないですか。いやいや、私は去年ここでやりましてね、なかなか散々な結果になってますから。そうですか。やっぱそれぐらいこの攻略が難しいというね。いや、ここ難しいです。そう、でもやっぱり、うん、こうアマチュアゴルファーだったら一度はね、うん、プレーしてみたい、そんな素晴らしいコースですから。はい、で今日もう何ホールも回りません。何するんですか今日はね。ズバリ、はい、この三井住友ビザ太平洋マスターズのですね、はい、大会スペシャルアンバサダーに就任した、そしてこの大会でも注目の、あの石川遼選手が、はい、あの有名なホールインワンを決めた、はいはいはい、17番ホールでのみ行います。なんかちょっと嫌な予感します。はい、今日の企画発表します。はい、ズバリ藤森並木で17番ホール、石川遼さんのようなホールインワンが出るまで帰りません。うわやば、え、はい、できます。いや、やります。やらなければもう帰りません。いや、ちょっとそれは無理じゃないか。だから、いやいや、もうそれは一応照明もちっちゃいやつ持ってるよね、今日。あ、持ってきてるんですか。バッチシです。豆照明持ってるんで。うっそ、今のところ見当たらないですけど、はい、大丈夫ですか。ポケット入ってます。あ、入ってるんですか。かも、iPhone の照明で、はい、真っ暗になってもやり続けますんで。はい、でもちょっとこちらレイアウト見ましょうか、コース、はい、去年もこのコース、うん、紹介してるんですけれども、はい、ここがまあ今現時点での、うん、チャンピオンティーになってるんですが、はい、大会の時はあのカートの上、もう一個上のあの段が、チャンピオンティーとなって、もうプロの選手たちは、うん、あの木の下のね、あのティーグラウンドから打つんですが、まだ今そこ整備中なので大会に向けて、はい、今日はこの我々もプロと同じではないですけども、チャンピオンティーから。ちなみにこれいくつありますか。ここ今実測したら180ヤードです。結構ありますよ、はい、池があって、その先にはバンカーがあって、そしてね、決して大きいと言えないあのグリーン、あそこに乗せるだけじゃないです、今日はホールインワンです。いやいや、ちょっとおかしいおかしいということで、もうぶっちゃけていいですか、日が沈んできてます思いました。もうこんなオープニングチンタ撮ってる場合じゃないのではい、ナミちゃん、ちなみに180ヤードは何を使いますか。いや、私ドライバーです。ドライバーやばいですよ。本当に長い戦いになるかもしれない。だから言ったじゃないですか。やりましょう。じゃあ早速ここでもうホールインワン、はい、出しましょう。出しましょう。頑張るぞ。もう協力プレイだからこれは。おお。さあ、じゃあナミキちゃん、はい、もう本当に時間が許す限り、そうですね、ここから180ヤード打ち下ろしの、そうですね、はい、ショートホール、うん、やっていきたいと思いますが、一応僕は5番6番アイアンを持ってきました。私は基本ドライバーです。 D、 パラダイ D です。はい、 D、 じゃあもういっちゃいましょう。これどんどん打ちましょう。一応交互に、はい、じゃあどんどん打っていきましょうか。お願いします。じゃあまず私から、ほい、
行かせてもらいます。はい、ちょっとこれは曲がった左。でもでも距離感はどんな感じだろう。あら、ちょっと左ラフ、ちょっと大きいですか。ちょっと巻いちゃったね。あお、じゃあ次、いや難しい、行きます。さあ、並木ちゃんの一発目、はい、いいんじゃない。あ、なんかいいかも。ゴーゴー、あと距離、あ、いや手前だ。あ、バンカー手前だ。ちょっと待って、厳しいぞ。で、ドライバーもう芯食ったらどんくらい。いや、芯食っても180とかやってたもん。でジャストフライなんだ。そうなんです。だから私このバンカーと池があるんで、はい、なるほどね、キャリーが。そういうことか。ちょっと待って、いやちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、私は振っていかないと。でも一応今日はね、あの三井住友ビザ太平洋マスターズの PR で来てるから、このチャンピオンティーを使うっていうね。ちょっと待って、いきます。はい、ゴーゴー。これはちょっと右か、ちょい右。あのカラーかな、カラー。あーてか乗せるのもむずい、これマジでこれ結構ですよ。あ、いや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 、ちょっと振っていこう。180だから、ちょっと腰ガッて入れて。そうですね、うん、ちょっと気温も下がってきてるし。いいよいいよ、これ捕まったでも左だ。全然全然いいよ。あ、でもさっきより全然キャリー出てる。オッケーオッケーオッケー、今の感じだ、うん、ごめん、カタカタのキャッカーだ。何だ、詰まっちゃうね、なっちゃうね、だんだん力入ってくるから。お、いや、これもちょっと使いすぎ、惜しい。ゴー、ちょっと足り、ちょっと加速、薄い。いや、これは噛んだ、噛んだ。いや、見切りますよね。いいじゃない、いいけど、ちょっと右だ。それも距離足りないかも。あー、でもなんとか届いてきてる。いやー、これは捕まった。今度逆に、いやあとでも方向だけですね。藤森さん、あと方向だけだ。よいしょ。いや、左なんだよな。いや、いいよ、いい球だけどね。あ、結構距離は。ありがとうございます。いやー、薄い。ゴー、巻いて、落ちないでいけ。むずいね、180ヤード乗せるって。やっぱ、いや、あとあの池とやっぱバンカー効いてます。あとだんだん疲れてきてる体力勝負です。球大丈夫ですか。確かに球がやばい。ボール、なんかいいよこれ。お願い、届いてよ。ゴー、お願い。うわ、ちょっと待ってください。あと距離です。はい、あのまだ始めてまだあれですけども、はい、こんな不条理な勝負ありますか。そう思います。だって待って、並木ちゃんあんだけフルスイングして届かないんですよ、ドライバーで。それこれもうあのあれですよ、うん、本当にもう炎上しますよ、はい、あんな状態で並木ちゃんに打たせるのかと。そんなことない。おい藤森と。そんなことないですけど。これ。ちょっとこちらお願いします。三井住友カードさん。この状況でですね、うん、こんなこと言うの申し訳ないんですけれども、ね、ちょっとチャンピオンって厳しいっす。ちょっと並木ちゃんも届く、そして僕ももう少し狙える前のレギュラーティーからでもいいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの、はい。正直取れ高的にも何もこれこのまま行っても取れないので。そうですね。まあこれぐらい難しいよっていうこと伝わったよね。もうめちゃくちゃ伝わってると思います。180ヤードこれ、うん、乗せるの、池とバンカーがあるこのコンディションでやっぱまず狙うの難しいし、一球も乗ってないんですけど、やっぱバンバンちょっと乗るとこも取りたいんで。取りたい。レギュラーティー行こう。行きましょう。はい。よっしゃ。下がろう。ありがとうございます。
これは伝ったと思います。でプロはさらにもっと後ろです。215ヤードぐらいです。プロすごくないですかほんまに。ということでね、うん、まさかあんなに体力使うと思わなかったね。やっぱ同じところからティーショット打つだけだけど、レギュラーティー134ヤード、うんうんうん、これだったらこれだったら並車も狙えるね。そうですね、5番ユーかウッドか今ちょっと迷ってますけど、 OK です。じゃあ僕もちょっと9番ピッチングあたりで狙っていきたいと思います。まずは9番から。はい、ごめん全然です。ごめん短くなったのにごめん。いやいやしょうがないです。最初はいいよ。いや、どうぞ。カモン数字ナイス。やった、近い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 。よしよしよし、あ、ウッドでいっしょっかな。めっちゃ近くない？ありがとうございます。お、よかった。よしよし、こあ、惜しい。ちょっと捕まって左か。惜しい。いや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 、よしよしよし、ホールインワンね。ホールインワン、ホールインワン。いけるいけるいける、いけるいける。これちなみにだけどホールインワン入ったら、はい、ナミシャン、はい、何かあるんですか。この大会側からですね、はい、プラチナチケットなるものがいただけるということで、これはあの18番ホールの横にある、はい、スペシャルな VIP のラウンジから優雅にくつろぎながら試合が見られる、はい、そのスペースのープレミアムシートのチケットがもらえるということで、それがプラチナチケットです。私たちに、はい、よし、じゃあ頑張りましょう。ゲットしましょう。完全やる気が出ました。相当ハードル高いですけどもね来させない気じゃないですかこれ、まさか確かに。いやちょっと右だこれ。オッケー、お、いいんじゃないですか。ちょっとでかいかも。いやあ、でもナイスオン。ちょっとでかい。いいんじゃん。いや、これもちょっと右だ。ちょっとスライス？スライスです。しかも、はぁ、いやこれ良くない、これ。てか、もう日がこれ沈んできてんのか？まずいぞ。戻って、来て。ちょっとだ、振った。ちょ、距離が？うわぁ、惜しい。いい感じ、いい感じ。いやー、ピンハイ、惜しい。よし、次ぐらい入れちゃえ。入って入って、あ、無理。あー、集中。ミスしちゃう。集中、大丈夫。これは右に行ったか。ちょい右。いやー、ナイソン。あれ、ちょっと待ってあれ、こうホールインワンっておかしくないですか。なんか俺も今日舞い上がってたからその企画も聞かずに来たんですけど、はい、ホールインワンってだ、うん、誰にこの怒りと不満をぶつければいいのか今確かに。え、なんで黙ってんの僕ですK、 ちょっとこれちょっと無謀すぎましたね。ちょっとこれちょっといい、ちょっと三井住友川さんもう一回来てもらっていいですか。ちょ、何度もすいません、専務来てくれてるから今日すいません専務なのにあのこんな風にお呼び立てして本当はいけない人なんですけど、うん、これちょっとホールインワンっていうのは、うん、三井住友さんの方のご要望でしょうか。あ、ではない。あ、こちらの制作陣が勝手に企画を作りそちら様に提出したと。なるほどね。これうまくね、だから連携取れてないのよこっちに。そうですね、降りてきてないの現場に、ね、現場にさ。確かに。これ どうでしょう、例えばですけども3メーター以内とかっていうことでもそのプラチナチケットいただくっていうことでよろしいですかね。あ、OK。
もうそういう危ない危ない、おいホールインワンって、なんか俺も結構さ、ね、なんかそういう企画も楽しそうだなって思ったけど、だってプロでも出ないですからねホールインワンって。よく YouTube でもやってるんだけど、うん、あれ相当大変なんだね。大変です、ね、すごい体力的に、うん、これ3メーターだから、はい、もう下手したらあれ3メーター寄ってるやつもあんのかな。まあでもちょっとここからってことで、わかりました、ここから3メーター、はい。逆に三井住友さんのその、あの部下の方いらっしゃいます今日。じゃあちょっと部下の方あっちに派遣していただいて派遣なんとなくもう目測で3メーター来たってなったらあっちから OK って出してもらえたらもう、あー確かに終わりというかプラチナチケットゲットやった、はい、うんうんうん、それでいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれだったらちょっとまだ可能性あるから、だって結構いいとこ落ちてるから、いけますいけます。待って、来たんじゃない。お、一気目から来た。お、でかい、捕まってる。あ、どう、あ、バッて、あ、なんかあるあるで落ち込むなよし、私ちょっとティーアップします。高めに。いいんじゃない、いいんじゃない。ナミキちゃん、いて、あ、大きい、どう、まる、オッケー、3メーター行った、え、本当、よっしゃ、やった、終わった、オッケー、あ、やった交渉して2球で終わったよかった、日が落ちる前に終わった、やった、ナイス、やりました、ナイス、ナイス、やった、やりました、ありがとうございます。やった、並木ちゃんの活躍により、いや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 。さあ、ということで並木ちゃん、はい、見事ニアピン賞ということで、うん、プラチナチケットをまずは贈呈させていただきます。お、もうこれは並木ちゃんが取ったんでね、並木ちゃんのものです。本当ですか。はい、おめでとうございます。やった、ありがとうございます。このちなみにプラチナチケットは、はい、18番ホール横にあります、はい、ラウンジにてですね、優雅にくつろぎながら選手たちのプレーが見られる、そんなスペシャルな席になってますんで、贅沢ですね。ゆっくり楽しんでください。ありがとうございます。豪華だね、なんか黒いこのね、ちょっとビップ感ありません、プラチナムって書いてます。おめでとうございます。ありがとうございます。もう本当危なかったです。ギリギリでした、日が。そうですね、はい、なんとか間に合いました。並木ちゃんがいて助かりました。あ、いえ、とんでもないです。ありがとうございました。今日は、17番ホール、あの石川遼選手がホールインワンをね、うんうん、見事に決めたホールで贅沢にプレーさせていただきましたけれども、はい、今大会他にもですね、家族で楽しめるエリアだったりとか、それからあのスナッグゴルフがあったりとか、お祭り広場があったりとか、はい、さらにはあの御殿場ラーメンフェスタも出張でこう来ているということなんで、もう超有名店も揃っているということで、そのエリアがなんと入場が無料ということでございますんで、いいですね。まあ、ゴルフ正直あんま見たことないけれども、ラーメン食べに行ってみようかな、そしたらゴルフ面白いじゃん、そういうことでも結構でございますんで、うん、皆さんぜひ大会に足をお運びいただければと思います、はい。ちなみにアクセスもですね、御殿場駅から無料の送迎バスも出ているということなんで、うん、そこもね、安心してぜひお越しください。いかがでしたか今日は。はい、はい、ちょっとねこの企画びっくりしましたけど、はい、でも藤森さんとだったんで、はい、すごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、うちのあの制作スタッフには、はい、帰りの車であれ、あの叱っておきますので、はなんでですかって、あのゴルフしたことない2人がやっぱ企画考えちゃうから、これって何よ、これ ビバスケじゃん。そうですよ、最後に出てきた、すぐそっち側に行くじゃん。個人可愛いじゃないですか。え、これビバスケのヘッドカバーですか。そうですよ。え、これいただけるんですか。わ、嬉しい。すごい。欲しい。やった。やった。欲しい、嘘じゃん。だっていや、中につけます。てか、あのゴルフ企画、あの、はい、これから二人で考えるの禁止ね。うん。俺も入れて一応。あ、なるほどね。はい。その方がいいと思います。ちょっとやっぱホールインワンは、あの夕方4時半から始めちゃダメなの。スケジュール無理あります。あのやるなら朝6時。あ、そうなんですか。からやらないと。はい。4時半だともういろんなことがもう間に合いがなくなってくるから、はい、まあでも無事ね、はい、三井住友さんのおかげでですね、うん、ですニアピンでも OK ということで、うん、今日は並木ちゃん見事、うん、ニアピン賞ゲットおめでとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。 Wake up, please.
12月31日レディオフィッシュが大阪に帰ってくる。チケットは絶賛発売中。詳細は概要欄のリンクから。ようこそフィレッジへ。